日今回レビューしていく商品はこちら、ニッカーさんのアクリリックガッシュ12色セット。画材1万円分買ってみた時にね紹介してたやつですね。これを今回はレビューしていこうと思います。で、一応お値段の方が約12色で3000円ぐらいですね。今ガッシュなんで透明絵の具ということでね、20mm なんでちょっと大きめですよね。高級感がまずやべえ。これ中がこんな感じ、すごいゴールドキラキラキラってしてる。じゃあまずは試し塗りからいってみます。まずね塗った感想がめちゃめちゃサラサラして結構ね軽い印象がありました。なので私がいつも使ってるねがっつり塗る系の絵の具と比べるとすごいろ過されてるみたいな感じでサラサラした描き心地がありますね。絵の具自体もチューブから出した瞬間にトロッとしたような感じ、結構アクリルでボテって出てくるんじゃなくてトロトロしたようなすごい、ね、滑らかな感じでしたね。で、グラデーションも全く問題がなくめちゃめちゃ綺麗にできました。で、乾くスピードに関してはアクリルの中ではもちろんめっちゃ早い方だなって思うんですけど、私が持ってる絵の具の中ではちょっとゆっくりめかなっていうふうに思いましたね。早い部類に入るけどその中ではちょっとゆっくりかなっていうのが、私の中でのね、個人的な感想かなっていうふうに思います。で、このグラデーションがとりあえずめっちゃ綺麗にできた。で、今回はね12色買ったんですけども、24とかね他にもいっぱいね種類があったりするのでぜひぜひね試してみてください。で、私的にはねこの色もそうなんですけど、まず見た目ね、私結構ね見た目気になる人なんですけど、こういうね全部ゴールド色みたいな高級感がある感じなんでプレゼントとかにもねおすすめだなっていう風に思いましたね。パッケージもほぼね表面が見えてる段階で来るので、こうバンって出した瞬間のうわーみたいな感動がすごいあるセットというか、デザインだなっていう風に思いました。量もねちょっと多めなんでいっぱい絵描けるしね、いいよねこれ。はい、ということでね、最後にこちら右側にも下書きをしちゃっている鳥さんをまた描いて今回は終わろうと思います。よかったら作品の完成まで見ててください。じゃあ。